3月22日、午後9時14分、不死身の功の控え室。もう、9時を過ぎてしまいましたね。御剣健二さん、迷い様を見つけてくださるでしょうか。時間がなさすぎる。まず、不可能だろうな。警察は優秀だからね、期待していいと思うよ。それに明日は無罪判決を勝ち取る。問題ないよ。そうですよね。え？話してみる？真犯人。不死身の功さんを殺害した犯人は、殺し屋サザエモン。殺し屋なのですよね。桐生さんが現場で拾ったカード。それが証拠らしいね。でも、そうなると新しい問題が出てくる。誰が殺し屋に殺害を依頼したか。殺害を依頼。直接手を下したわけじゃないけどね。殺害を依頼したやつだって立派な殺人者だ。殺し屋の依頼人。一体誰が殺し屋を頼んだのでしょう。桐生さんなのでしょうか。どうだろう。仮に彼女が依頼人だとしたら、自分で死体にナイフを刺して偽装工作なんかするだろうか。もし、桐生さんではないとしたら、まさか、大トロ信号？大トロなのか？もし、大トロさんが殺し屋にお願いしたのなら、彼は無実どころじゃない。間違いなく有罪だ。でも、大トロさんじゃありませんよね。だって、初めてお会いしたとき。大トロさん、一つだけ聞きます。あなたは、不死身の功さんを殺害しましたか？でもこれは合ってるんだよ。殺してはいないんだから。わかりました。はっきり答えましょう。僕、誰も殺してません。もちろん、不死身の功も。確かにサイコロックは見えなかった。しかし何か引っかかる。それは何ですか。なるほどくん、今日の法廷で桐生さんが気になることを言ったんだ。気になること。気になることというのは。ああ、はるみちゃんは聞いていないよね。もちろん。不死身のは忍者なんじゃに全てをかけていました。もし、今年のグランプリを逃したら、その時は、大トロ自身を失脚させてやる、そう考えていたようです。どうやら不死身のは、大トロの芸能生命を絶つような秘密を握っていたのです。大トロさんの秘密？一体それは、どのような？それは、まだわからない。とにかく功さんはその秘密を暴露しようとしていた。つまり、大トロさんには立派な動機があることになるんだ。大トロに話を聞きに行けないのかな。やっぱり会わなければならないな、大トロさんに。行けるか。じゃあ移動してみようか。同日、某時刻、控え室前廊下。すっかり遅くなってしまいましたね。もう9時過ぎだしね。でも、まだ明日の準備は終わっていないよ。功さんが握っていた大トロさんの秘密。そして、桐生さんの真意。これだけは知っておかないと。でも、留置所の面会時間はもう終わっているのですよね。なんとかするしかないな。なんとかできんのか？当日、某時刻、ホテル坂東すみれの間。おばっちゃん。ちょっと待ってくださいよ。なんだい？あんたと関わると、ほんとろくなことがないよ。さっきなんだか知らんけど、変な機械渡されてさ。こいつでホテル中調べろってんだよ。それ、電波探知機ですね。糸の子刑事、手作りの。まあ、みっちゃんのお願いだから仕方ないけどさ。みつるぎの？
恨むなら青く尖った弁護士をよろしくって言ってたから、おばちゃん恨んじゃうよ。ふふ、ずるいやつ。電波探知機、これ絶対に秘密の話なんだけどさ、なんでもプレゼントの中から盗聴カメラが見つかったのよ。そうみたいですね。きっとあれだ、イサオちゃんのスキャンダルを盗み見しようとしたんだよ。スキャンダルですか？最近イサオちゃんったら噂になってるからね。ああ、神谷キリオさんのことですか。彼女がイサオさんに近づいたのは目的があったんだけどな。おばちゃん知ってるよ、盗撮カメラの犯人、あの生意気な大阪弁カメラ女。全く厚かましいよ。自分だけ覗こうなんてさ、おばちゃんも見たいっちゅう話よ。そこじゃねえ。うわー、とんでもないこと言ってるぞこの宇宙人。聞こえてるよ、言ってないのに。不死身の時計るよ。イサオちゃんとあのマネージャーだろ、実際何かあったらしいよあの二人は。そうなんですか？いやー、イサオちゃんマネージャーにモテるね。マネージャーですか？知らないのかい、イサオちゃんについていたマネージャー。自殺しちまったけど。ああ、天野ゆりえさんですか、キリオさんの先輩の。そう、それ、そのゆりえって子はね、結婚するはずだったんだよ。結婚ってイサオさんとですか？はあ、まったく最近の子は何も知らないね。ゆりえが自殺したのは婚約発表の3日後だったんだよ。婚約発表の3日後？ゆりえの自殺、婚約したゆりえさんがどうして自殺したのですか？この婚約相手ってもしかしてさ、大トロじゃないの？写真あったよね部屋に。ああ、そりゃ簡単なことさね。捨てられちゃったんだよ、イサオちゃんに。え？だってお二人は婚約したのですよね。あ、全然違ったわ。それはそれは大げさな婚約発表だったよ。でもその3日後、イサオちゃんはいきなりそれを取り消したんだ。本当ですか？週刊誌に書いてあったよ。一体なぜですか？どうして？週刊誌には書いてなかったね。はあ、その晩だよ、ゆりえっていうマネージャーが自殺したのは。そうだったんですか。一体何があったんでしょう。へえ、何なんだろうな、ゆりえと大トロの関係は何なんだろうか。ロビー、同日ポーチ国ホテル坂東ロビー、事件当夜ここには数百人が招待されていたはずだ。さすがに事情聴取も終わったのだろうか。ロビーはやっと落ち着きを取り戻したみたいだ。こっから警察に行ってみようか。同日、某時刻警察署内刑事課。なんか空気がピリピリしています。ほんとだ、何かあったのかな？確か君は大トロの弁護士だったよね。はい。我々はやっと見つけたんだ、決定的な証人を。決定的なって、大トロさんの事件ですか？今、調書を取り出しているんだ。さすが三剣検事だね。三剣？一体どなたですか、証人というのは。弁護士くんもよく知っている人物だよ。誰？なるほどくん。勇敢犯に大トロさん、どっちも絶対絶命か。あ、それから三剣検事から頼まれたことがあるんだ。三剣から？留置所の面会時間はとっくに終わっているけど、特別に面会を許可してやってほしいってね。おお、え、わしの方から電話を入れておくから、ま、好きなだけ話を聞くといいよ。ありがとうございます、よかったですね。なるほどくん、好きなだけ話を聞けか。どうやら警察は明日の審理にかなり自信があるみたいだ。じゃあ行こうか、留置所。同日、某時刻留置所面会室。今この留置所には
大トロさんの他にキリオさんもいるはずだ。さて、どちらの話を聞く？じゃあまずキリオから聞いていこうか。あら、あなたでしたか。夜も遅いのにすみません。でも、どうしても話を聞いておきたかったんです。私に？あなたの依頼人は確か大トロシンゴじゃなかったかしら。この人は何か知っているはずだ。不死身のイサオが握っていた大トロさんの秘密。話す大トロのこと。大トロさんのことですけど。なるほどさん、まだわからないんですか？彼の正体が。どうやらあなたは大トロさんに強い悪意があるようですね。それならばなぜ大トロさんのマネージャーになったんですか？それにわざわざ彼のライバルのイサオさんに近づいたりして。それは事件とは関係ないわ、おそらくね。天野ゆりえ、天野ゆりえさんのことですけど、せっかく忘れかけていたのに、あなた方のおかげでまた思い出してしまいました。それはすみません。確かに彼女が自殺したのはショックでした。不死身のが遺書を隠したという噂を聞いて、彼に近づいたというのも事実です。衣装を取り返して燃やしてしまいたかった。燃やす？衣装ですか？世間の目に触れさせたくなかったんです。でもそのために不死身のを殺害するなんて、私はそんなバカなことはしません。衣装か、何が書いてあったんだろう。罪を着せた理由。どうして大トロさんに罪を着せようとしたんですか？簡単な話、彼が犯人だからよ。警察に知らせるのが市民の義務ってものでしょ。でも他にやり方があったはずです。警察は優秀だ、こうなることは分かっていたでしょ。その優秀な警察もゆりえさんの自殺の真相は分からなかった。キリオさん、とにかくあなたは目的もなくあんなことをする人じゃない。理由を教えてください。復讐。今何とおっしゃいましたか？あ、出た鍵。あ、でも1個だ。ここでサイコロックか。分かってるでしょ？あなたは私の弁護士じゃない。それどころか敵なのよ。そんな。今、確かにキリオさんこう言ったぞ。復讐って。今持ってるものでなんか、できたりするか？ちょっと移動していろんなとこ行ってみようか。同日某時刻、なるほど法律事務所。いらっしゃいませんね、おひげの刑事さん。カメラを持って電気屋を回ってくれているんだよ。じゃあ私、お夜食にのり巻きをお作りしますね。はるみちゃん、糸の子刑事に感謝してるみたいだな。あの、なるほどくん？ん？何？かんぴょうはどこですか？ふふ、そんなの買ったことないよ。残念ですが、のり巻きは諦めましょう。何やらこだわりがあるらしいな。まあ、とりあえず、こっから、ホテル行かなきゃいけないかな？で、大トロのとこ行けないのか？あ、入れたぞ。同日、某時刻、大トロ亭、応接間。誰もいないね。殺し屋いねえか？あの、ぬいぐるみのような顔をした方は？ああ、派手に縫い目があった、執事さんか。しゅうちゃーん。あ、いた。あら、まだ起きていたのですね、しゅうちゃん。ふふ、お姉さんが遊んであげますね。執事の田中さんは、もう寝ちゃったのかな？調べれるぞ。もう入れないのか？ドアの下にちっちゃなドアがついています。これは一緒だな。ドアには鍵がかかっている。いろいろいけないのか？あそこにもドアがある。行っちゃダメですよ。
いけないな。ダメか。なんか変わってるものもなさそうだしな。かまどの話も一緒でしょ。でバイクも多分一緒だよね。空飛んでるでしょ。これは応接セット。変わんねー。じゃあ大トロに話聞かなきゃいけないのかな。じゃあそこまで飛ばそうかな。あ、警察署来たら変わったな。警察署内刑事課。あ、なるほどさん、助けてください。この声はに、煮干しさん。どうされましたか、こんなところで。え、いや僕、なんか捕まっちゃって。え、僕、明日の法廷で証言することになったんですよ。なんで。決定的な証人って煮干しさんだったのか。さっきまで刑事さんとお話をして帰ろうと思ったら、被害者身柄を確保といきなりこう来たわけですよ。はあ。なんか顔も格好も怪しいなんて言われて。確かに怪しい、顔も格好も。ただの体操のお兄さんなのに。何何。話す、明日の証言。証言って煮干しさん何を話すんですか。いや、よくわからないんですけど、なんか僕大事なものを見ちゃったみたいなんですよ。大事なもの。あ、でも刑事さんに言われてるんです。絶対に喋るな、特にあの弁護士にはって。いや、喋ろや。あの弁護士というのは、まあ僕だろうね。恐縮です。なるほどくん、世界で私と迷い様だけはなるほどくんの味方です。少ないな、味方。まあいいじゃん、それでもいないよりはね。大トロくん、きっとダメージが大きいですね。彼、春風のような爽やかさが売りだから。本当のところはどうなんですか。そうですね、女性にはちょっとだらしないというか、周りに寄ってくる方をその拒まないんですよ。ゲームだって割り切ってですね。まあ、許せません。いてて、恐縮です。思い通りにならなかった女は一人だけだって。そんなこと言ってましたね。一人だけ。それ誰ですか。マネージャーさんですよ、神谷キリオさん。煮干しさん、なんだか妙に生き生きしてきたぞ。噂話。いやー、僕噂話には目がないんですよ。なんか芸能界ってきらびやかなイメージがあるじゃないですか。あるじゃないですかって、煮干しさんもそこにいるでしょ。いやー、僕なんて毛むくじゃらで汗臭い筋肉野郎ですから。でもいいんです、身の回りでスターたちのゴシップが生で聞けますからね。まあそうですね。あ、ほら知ってますか、キリオ先輩の自殺。ユリエさんですか。確かイサオさんとの結婚がダメになったとか。そう、それです。僕なりにね、考えてみたんです、あの謎の死について。ね、ね、なるほどさん、聞いてくれますか。煮干しさん、なんだか肌がツヤツヤしてきたぞ。ユリエの自殺知ってますか。ユリエさん、遺書を残していたんですよ。それをイサオさんが隠しちゃったって法廷で聞きましたよ。証拠はないって言ってたけど、僕思うんですよ、遺書の中に都合の悪いことが書いてあったんです、イサオさんにとって。都合の悪いこと？どうしてそう思うんですか？ユリエさん、亡くなる前に友達に相談してたんですよ。悪い男に捕まってしまったって。悪い男？それがイサオさんだったと？だって他に考えられないでしょ？人の遺書を隠しちゃう理由なんて。なるほど、参考になりました。恐縮です。大トロさんとキリオさん、二人は今留置所にいる。何かまだ僕が知らないことがあるはずだ。すべて聞き出すんだ、あの二人から。じゃあこっから留置所行く。さて、大トロ行ってみようか。